ということで次のコーナー、次のコーナー行きましょう。はい、はい、というわけでスマートブレインの紹介です。はい、こう微妙にオフエアになっているじゃないか、すごいドキドキしています。というわけで、はい、まあ、先週に引き続き使ってみようスマートブレインのアプリですね。無料版こちらから登録できます。はい、で、前回はですね、そうですね、グループやってましたね、をやりましたよね。はい、今回はそのグループの中にユーザーを登録していこうという話をしていきます。はい、なるほど。はい、前回会社組織図作ったじゃないですか。はい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 、掃除か棚を飾る係ですね。はい、まあ、これですね、東京本部に掃除か棚を飾る係、はいはいはい、日本の中でもこんな係があるのは我々だけなんじゃないかと思いますけどで、前回はグループを作って踊りましたと。今回は中に人を入れて、ああ、ユーザーを登録していくわけですね。ことですね。はい、その方法です。なるほどなるほど。というわけで、まあ、実際に何やともあれ見てみようという話です。はい、で、およ、あ、F1 押しちゃった。はいはい、というわけでまずはですね、はい、個別に登録、一人ずつ登録、はい、あ、なるほどなるほど、見ていきたいと思います。よっ、これはですね、弊社製品のデモクリエイターで作りました。このズームしてるところもデモクリエイターの機能でやってるんですよね。はい、そうです、全部できます。そうですね、これで東京本部に追加したいので、このプラスっていうところをクリックすると、うん、名前とか ID を入力する欄が出ますので、ピンピンも画面の余白にピンピン一回切ります。はいで、今回はメール送信はしない。これメール送信しちゃうとですね、後で作るたびにどんどん送られちゃうので、うん、後でまとめて送る方がいいですね。うん、なるほどなるほど。で、これで東京本部に長谷川さんという人を作ることができました。割と、まあ、ユーザーリストのプラスというところをクリックするんだというのだけ覚えていれば、うん、まあ大体できるかな。なるほどなるほど。で、このコンテンツもですね、後でまとめてスマートブレインのホームページから見られるようになりますので、はい、ちょっと早かったなという方はそちらで見てください。なるほど。今度はですね、次ですね、個別に登録するだけじゃなくて一括で登録したいっていう人いるじゃないですか。例えば100人ぐらい登録するときとか、いちいち手作業だとやってられないですからね。死んじゃいますよね。死んじゃいますから、ね。はい、というわけでその方法もあります。はい、なるほど。やってみたいと思います。まず管理者アカウントでログインは同じですね。はい、でいつも通り管理機能からユーザー管理を起こすと、うんうんうん、とこれまでのグループが出るので、今回はグループの下の子グループ、掃除家の中に一括登録をしたいと。いっぱい登録すると。で、ここが出るんですけども、うん、この中に Excel で作成したリストをコピペするのが一番楽です。ポイントは1行目に ID、E メール、ネームというのを書いておくことですね。うんうん、あ、なるほど。そこの部分は変えちゃいけないんですね。なるほどね。はい、で、貼り付けると、ピッと。ピッと。こんな感じで出ます。なるほど、なるほど。で、最後に Excel を貼り付ける場合にはタブにしておくと、うんうん、まあ、IWAO のような感じで作りました。はい、そうするとこんな風に登録ができました。なるほどなるほど。青くなっていれば成功です。はい、というわけで例えばこんな感じで全員来ているので、いっぱい登録されましたね。見てみるとちゃんと掃除官にいると。おお、すごい、掃除してくれる人がいっぱい増えた。上に見ると東京本部の掃除官の奥さん、なるほど、ということが分かりました。というふうに簡単に登録することができます。おー、すごいすごい。はい、まあ、この映像もですね、ちょっと急ぎ気味だったので、まあ、後でホームページ上から見られるようにしたいと思います。はい、詳しくはウェブで、詳しくはウェブで、まさにその通りですね。はい、ということで、これかな。はい、まあ、1人ずつ追加する方法と CSV で一気に追加する方法があるというのをお見せしました。はい、はい、ということでこんな感じで皆さんのグループの中にユーザーを追加していくことができます。はい、詳しくはウェブでですね。はいはいはい、で気払い、気払いじ、はい。で、実はですね、 CM、 珍しく CM 入りますが、実は iPhone の貸し出しキャンペーンを始めます。おー、すごいすごい。これ今回せっかく CM のに切れちゃってたら申し訳ないんですけども、その場合はアーカイブで見てもらうということにしましょう。はい、はい、iPhone の貸し出しキャンパーンですけども、キャンパーン、
iPhone の貸し出しをします。はい、対象はスマートブレインを無料登録した法人の方です。はい、今登録した方でもいいですし、前に登録したんだけどという方でも OK です。うん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 、期間は1ヶ月なので、はい、まあ、自分の iPhone にしてやるぞというよりかは、まあ、この iPhone 上でスマートブレインが使えるというのを確認していただいて、うん、例えば上司を説得するとか、なるほどなるほど、見てくださいみたいな、なるほど、こんな形で動くよと、出先でもできるよとかっていうデモにこれでいいということですね。はいはい、ということですね。でその画面をパシャパシャの、はい、スクリーンショット撮ってパワポに貼り付けて、はい、あれですよ、プレゼンですよ、コラボレーションコラボレーション、はい、というわけでこちらの貸し出しはですね、このスマートブレインインフォのお問い合わせから、はい、気晴らしで見たんだけどということで、お問い合わせください。はい、はいはい、よろしくお願いします。待ってます。待ってます。はい、で結構せーの、気晴らし、はい、次は FAQ のコーナーですね。はい、FAQ ちょっと急ぎ気味ですね。ちょっと今日は急ぎ気味すぎますね。まあまあ、はい、管理者アカウントを CSV などから一括登録できますか。あ、これはさっき、あ、そうか、さっきは一般ユーザーでした、ね、一般ユーザーだったんですよ。はい、はい、一般ユーザーだったんですけども、今度は、管理者はできますかということですね。はい、これはあの開発者の方に聞かないと分かんないですかね。え、いや、できるんじゃないですか。ブブー、できません。できないんだ。はい、一般ユーザーの登録後に管理者の方に格上げするという操作は必ず必要です。ああ、なるほどなるほど。はい、はい、これはですね、なぜかというと、はい、まあ、わざとそうしてるんですけど、はい、あの不用意に管理者を増やしてしまうと、はい、あの権限が多くなりすぎて、普通のユーザーのつもりが管理者としていろんなことができてしまうというのを防ぐために。なるほどなるほど。まあ管理者ってそんなにいっぱいいるもんじゃないですからね。そうですね、うん、なるほどなるほど、はい、そんなことがあったんですね。はい、ところで急遽、実はですね、今日ソフトバンクさんから